1987年、地元の姫路市と獨協学園が力を合わせて作った大学、それが姫路獨協大学です。外国語学部、法学部、経済情報学部、医療保険学部があり、2007年度に新たなる分野での人材育成、個人の可能性を開花させる目的として薬学部を開設しました。それでは本学薬学部の教育内容などについて紹介します。医師や看護師と協力してチーム医療を推進する力、淘汰の時代に入る薬局の経営力、地域の方々に信頼されるスキルとコミュニケーション能力など、薬剤師に求められる力は薬学の専門知識だけではありません。薬学部は幅広い領域を学べる柔軟な履修システムを設け、また常に臨床を意識した演習や実習を豊富に開講し、これからの医療をリードできる薬剤師の育成を目指しています。薬学部は6年間を通して薬学を段階的に学ぶ専門教育を展開、また医療倫理などの教養教育を重視し、医療人としてのヒューマニズムの確立を目指します。1年次後期より実習を実施、小グループに分かれて学生一人一人がテーマについて問題抽出、調査、発表準備、発表に取り組み、問題解決能力やコミュニケーション能力を養成します。5年次にはチーム医療について学ぶ実務実習もスタート。他にも在宅医療や介護支援、医療相談などの多様なニーズに対応できる知識や実践能力を培う科目などを開講します。ポイント1、薬剤師としての実践力と高い倫理観を養成。チーム医療において求められる豊かな専門知識と実践力に裏打ちされたコミュニケーション能力や問題解決能力を育みます。同時に医療倫理などの教養教育を重視し、医療人としてのヒューマニズムの確立を図り、チーム医療、地域医療の現場で医療薬学の専門家として貢献できる人材の育成を進めます。ポイント2、薬剤師・医師として豊富な現場経験を持つ教育人。学生の実践力を高めるには、教える側の教員自身が現場での豊富な実務経験を持っている必要があります。本学科には薬剤師として、あるいは医師として現場に携わってきた教員が多数在籍し、各専門分野においてその豊かな経験を生かし、実践的できめ細かな指導を行っています。常に臨床の現場を意識した教育を、これが本学科のポリシーです。ポイント3、 PDL や豊富な現場実習で問題解決能力を高める。姫路薬剤師会などの協力により、1年次前期に病院や薬局、老人福祉施設、障害者福祉施設など医療や福祉の現場の実際を体験する早期体験学習を実施します。5年次には薬剤師業務に必要な知識や技能、態度など実践力を身につける病院実習、薬局実習に取り組みます。薬学部では社会が求める高度なスキルを持つ薬剤師を養成するため、薬学の最新動向に対応できる実習室などの施
設・設備を充実させています。多彩な実験・実習にチャレンジし、新しい時代に不可欠な専門知識や技術を身につけられる環境が整っています。これらの最新鋭の充実した設備を活用し、多彩な実験・実習にチャレンジしてください。そうですね、選んだ理由は2つありまして、1つはその新設校であること、やっぱり、はい、初めてなので先生方も親身になってくださるということが分かってましたので、あと1つは先生の質がとてもいいということが分かりましたので、その2点ですね。そうですね、病院と薬局と 2.5 ヶ月ずつ実習に行くんですけれども、最初の1ヶ月ぐらいはやっぱりこう学ぶってことが基本になるんですけども、残り1ヶ月半ぐらいはもう他の薬剤師さんとほぼ変わらず、同じような仕事を、同じようにそのお薬を作って、同じように患者さんに薬の説明をしてっていうか、もう当たり前のことができないと、もちろん怒られますし、そうですねやっぱりなかなかこう薬剤師になろうって思う方はもちろん向いてると思うんですけれども、自分の健康とか病気について少しでも興味ある人はぜひ薬学部にって思いますね。一つの薬でもいろんな作用があって、いろんな病気に効くとか、そういうとこが面白いなと思います。やっぱり先生が近いっていうのと、先生にこれしたいって言ったらそれをできる範囲でやらせてくれたりするところ、実習とかでレポート書いたりするんですけど、その時に注射剤の混合変化とかっていうのを調べたんですけど、これとこれ混ぜると白濁して血液の中に入ると大変なことになるとか、そういうのを調べたんですけど、実際それを自分の目で見て実験してみようかとか、一つの目標は認知症の方の治療薬が作れたらいいなと思います。最近はやっぱり薬剤師になる資格を取りたいという方が多くて、文系の出身の方もいらっしゃるので、そういった方でも大丈夫なようにかなり基本的なところから、で全ての、理数系の科目をリメディアル科目という形で補うようにしてます。その担任制度というのを引いてまして、一人の教員あたり1学年数人、2、3人の学生さんを担当してます。新しいことに興味ある方で積極的にされる方であれば、いろんな方面で活躍ができるかと思います。もしうちの大学いらっしゃいましたら、一緒に楽しく勉強しましょう。配属してこられる学生さんの数も割と人研究室あたり少ないので、なかなかね、大きい人数の多い大学だと、こういう割と高価な機械ですよね、そういうのを一緒に見ていただくとかっていうことがあまりできないかなと思うんですけれども、で私たちも若い方の目、ここが違うんじゃないかっていうような感覚的なところは若い方の方が優れているので、一緒に見ることで新しい発見もありますので、教員と学生が一緒に一対一でできるっていう意味では、すごくいい恵まれているかなというふうに思います。何事にも諦めない、一番大切なのは実際に起こった現象を素直に受け止めて考えるってことが大事なんだと思うんですよね。いろんな経験を経ることで、より信頼される薬剤師になれるんじゃないかなと思います。姫路独協大学は心温まる教員や先輩がたくさんいますので、皆さん安心して入学していらしてください。薬剤師国家試験の合格はあくまで一つの通過点であり、最終目的ではありません。本学部ではそれよりさらに高いレベルを想定し、薬剤師となった後にも常に時代の変化に柔軟に対応することができる応用力を備えた薬剤師の育成を目指しています。